夫婦岩で知られる三重県伊勢市の二見興玉神社。来月の端午の節句に向け、子どもたちに授ける鯉のぼりの縫製作業が進められています。神社では白衣と火ばかま姿の武女たちが紺とピンクの鯉のぼりを短冊とともに木の棒にくくりつけていきました。お子様の健やかな成長を願いながら、一つ一つ丁寧に作りさせていただいています。鯉のぼりは今月15日ごろから神社の境内で1本600円で授与されるほか、地元の保育園にも送られるということです。